アッサーヌとユリーのシスタでフッタワー、ユキチャンネル新コーナー、シスタでフットボールの MC を務めさせていただきます。ユリーとアッサーヌです。このコーナーでは私たち姉妹が日本と世界の女子サッカーのさまざまなトピックを独自の視点で切り込みながら伝えていきます。日本女子サッカーを強くするために、そして盛り上げるためにをモットーに発信していきますので、皆さんよろしくお願いします。よろしく。アッサーヌはね、今日ね、解説を終えて今回の収録に挑んでおります。何の試合を解説してきたんですか？長野対千葉です。ということでお疲れモードのようです、ね、さっき変えない話失敗したんだよね。ピーってピーってピーってピーの話したんだよねっていうぐらいお疲れです。お疲れモードです。で、レッツが負けたっていう話になってね、はい、ここがねちょっとこうターニングポイントじゃないけど、うん、レッツとしてはこう何かチェンジなタイミングですね。で、前節もそんな良くなかったって言ってね、なんかそう、前節浦和対長野を解説しまして、そうしたんだけど、なんかやっぱ後半ずっと長野ペースだった。浦和の良さが本当に一個もなかったって言ってもいいぐらい。そんなに？うん、全然シュートまでもほぼ行ってないかな。まあ長野の方も、まあそんなに決定的なチャンスがあったかっていうとそうでもないんだけど、それでも長野の方が攻めてたっていう感じはあって、で、最後の監督のコメントでも、やっぱり後半はちょっと押し込まれてしまったみたいな感じのことを言ってたから、やっぱりその悪い流れで、本節そのまま来たのかなっていうのは、そのメンバーもね全然変わってないし、スタメンのその的にその原因は何だと思う？倦怠感？倦怠感じゃなくない？倦怠感じゃない？倦怠感じゃないの？倦怠感っていうのはほら風邪とかの症状にある倦怠感。何？倦怠期って言うじゃん、ほらカップルとか。あ、言うね言うね言うでしょ。で、それちょっとやっぱりこうスタメン11人がまあ変わっても1人とか、うん、だからちょっとこう合ってるか分かんないけど、ちょっとこう切磋琢磨じゃないけど向上心とか、うん、そういうアグレッシブな要素、うん、競争心っていうところが少しこう戦う上で足りないのかなっていうところかなって思ってます。私がベレーザ時代はちょっとでもなんかしくじるとすぐ交代みたいな流れがワンミスチェンジね、ワンミス、ワンミス噂のね前半の2倍替えねそういう緊張感があった方がもっとなんかね、まあ、ワンミスチェンジは議論を呼びますけども、やっぱね緊張感は必要だよね。そこはすごく思う。やっぱりいつでもこの座は自分のものじゃないぞ、だからいいパフォーマンスしなきゃっていう、そういう緊張感っていうのは絶対必要だと思う。で、そこがまあちょっと現在の裏割りはちょっと足りないのかなっていう、ね、ここは前半2枚買いとかいうそういうのでね示していく必要があるんじゃないですかね。ちなみに私の最短前半交代記録はですね、なんと前半26分、あ、いや前半26分で交代を命じられました。お疲れ様でした。まあね、浦和はね、まあ、あの今回の負け、がなんか、ね、次になんかこう変わっていくきっかけになればいいよね。そう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 、だからやっぱり出てない選手にとってはチャンスだよね。スタメンで出てない人にとってはとてもチャンスだから、次の試合だね、どういうメンバーで来るのかとか、出た選手がどうパフォーマンスするのかってまたさらに楽しみになったよね、うん、あれやっぱり塩越選手が出てないのも結構原因だったりするから、そこね、あの怪我人リスト出てないんで分かりません。怪我なの？出てないの？なんだかメンバーにも入っておられません。提出してください、怪我人リストまだ提出されてないんですね。あのミーリーグの皆さん、怪我人リストしっかりと作ってですね、各チームに提出させて、あのホームページでちゃんと公表するようにお願いいたします。はい、すぐやりましょう。はい、では早速今日のトピックに移っていきたいと思います。今日のトピックはウィーリーガー。あ、何今、何いいとこ、何我が井咲の誕生日通知何歳だったの？31。うん、え、早咲おめでとう、咲誕生日おめでとう。さあ、ティは一緒に食べに行って奢ってもらおう。そうしよう。今日のトピックはウィリーガー屈指のオーバー30ということでですね、現在ウィリーグでは30代そして40代の選手が多くプレーしていますが、その中でも特にこの選手に注目という選手を私たち姉妹が独自の視点で切り込みながら語っていきたいと思います。では早速ですが、浅野の注目のオーバー30の選手を教えてください。もちろん安藤選手です。もう安藤ね、一番はあれだね、身体能力というかコンディション維持だね。まあ維持っていうよりちょっと上がってる
からね。むしろ上がってるよね。なんなら、ね、うん、39歳今。もう試合の時も言ったけど信じられないんだよ。いや本当にあのね、スピード感は衰えてないし、うん、むしろ私上がってる気がするんだけど。上がってるね。代表の時でプレーしてた時とドイツ時代でプレーしてた時よりも、うん、なんかその動きにキレも出てるし、あの単純にそのスプリントの能力も上がってるなって思うし、そうと、ね、顔がシュッと空に、それはいつもだよ。それ代表合宿入るといつものやつ。そこはあの普通ノーマルなんで。ノーマルなんだ。OKOK。体もものすごく絞れてるなっていう。でそれプラスやっぱりその経験値でプレーを選択してるから、やっぱりコンスタントにいいパフォーマンスを続けれるっていう印象は一番あります。経験がある選手は特にそういう風にさ、コンスタントにプレーできる人が多いよね。年齢を重ねてくるにつれて、自分がどうや何をしたらこうパフォーマンスをこう安定させられるかっていうのを熟知している。特にアンコジネーター、そうそう、あとはもう試合の流れを読んでね、今どういうプレーが必要とかね、そういう広い視野、広い考えっていうのもベテランの選手、経験した選手ならではというか、そういうのも感じるし、レッツの攻撃をリードしてるよね。いやもうすごいのよ。だからあの私はもうクロスがマジ神だなって思って惚れたなみたいな。解説しててもう言葉詰まっちゃって、やばい、何このクロスみたいな。このクロス欲しいみたいな。アシストねしてたもんね。だからその自分で突破してクロスと、普通にダイレクトでクロスと、もういろんなパターンを持ってるから、であの本当に嫌なところに正確に入れる技術、うん、もうパーフェクト。そこ本当見てほしい。頑張ってる39歳。39歳にはとても見えないけれども。見えないけど今のとこそうかな。小津姉さん、うん、他にはえってびっくりしたのはエミさん。おー、中島エミ選手。違うよね。ちょっと待って、違うよね。ちょっと待って、もう一回仕切り直そう。他に注目の選手いますか？まあ、ね、ちょっと全チームはまだ見れてないんで、まあ、見た中で言うと山本恵美さん、ロナウジーニョ、ロナウジーニョ、本当自分が現役の時もだけど、本当にそのロナウジーニョっていうあだ名がぴったりだなっていう選手だと思ってて、うん、あ、それで、で最近見てもういくつだっけ、もう40、え、多分小杖と同じぐらいじゃない？毎年ぐらい？ちょっと調べよう。1982年生まれだから私の5個上、もう39だ。あのね、ボランチで出てるんだけど、うん、誰よりも走ってるね。一番走ってる。で、なんで一番走ってるように見えるかっていうと、やっぱりそのチャンスのところはゴール前にいるし、ピンチのところは一番ピンチな自分のゴール前にいるし、そういうなんか要所要所大切なところに必ず現れるっていうのがもうびっくりして、もう30後半でそんなに走るみたいな。もうね、なんかさ、30過ぎたら走ってることで感動なんだよね。じゃあ私にも感動してくれてる、走ってるだけで感動してる、感動してる。でもまあそれじゃね、レベル低くなっちゃうから、うん、ちゃんと見てるよ。そう、あのだからチャンスのところでシュートもうこぼれとかにいるのは山本選手みたいな、うん、やっぱそこまでそのボランチの選手がそういうそこまで詰めてるか、相手の攻撃の本当に危険なところを積むとか、そういう要所要所目立つプレーっていうのはベテランのなせる技じゃないけど、澤さんで感動したようにそれに近い部分っていうのが見えるから、やっぱりそのゲームを読む力だったりさ、ね、うん、試合の流れをこう感じ取る力っていうのは経験値は嘘つかないよね。うん、嘘つかない。だからそのサッカーってさ、同じプレーはないって言われるけど、いろんなパターンのプレーってこうあるじゃん。でそれを何通りか何回かそれを多く経験すればするほど予測がつくわけ。やっぱそこだよね。だから経験してるから予測できて、予測できてるから誰よりも早くそこに行ける。嘘つかないね。あとそこをちゃんと体現してるから素晴らしいなって。そうだよね。それをね、うん、知っててもやっぱ体がねついてこないっていう場合そうあるからね。私はそう、あそこに行ってるはずなんだけど足みたいな。頭だけはもう先のところ分かってんだけど、体がそこについていかない。体現できるっていうことが素晴らしい、うん、一番素晴らしいですね。他には
ごい言ってくるじゃん。30代ってさ、だから31とかもでしょ。まあまあその辺も30代ですけど、そうなると割といたよ。で割といるのよ。そうだけど、まあ、私たちの中でも30代っていうのは30代後半みたいなところあるじゃん。自分たちが前半だから。2人ぐらいかな。だからプレーを見て、うん、プレーを見た後に年齢見て、えってなったのは。だからよくそう、その言うじゃん、このプレーは何歳ぐらいのプレーだなみたいなさよく言うじゃん。それで年相応の人とさ、この若さで年上なプレーするなとかさ、うん、結構そういう見方でも見ててびっくりしたのはやっぱその2人かなっていうか。ちなみにアンコスは何歳ぐらいに見える？29。うん、8、9、10、10歳、うん、サバ読んでるね。うん、読んでるね。絶対読んでると思う。サバ読んでるね。山本恵美ちゃんは32。うん、いいとこだね、うん、いいとこだね。ちなみにそう、私はさ、山本恵美ちゃんとさ、私が16の時に代表で一緒にプレーしてるのよ、うん、はい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 。その時から知ってるから、で その時からさ、何年経った？18年経ってるのよ。怖いね。怖いよね。18年経って、まあ、私も18歳年取ってんだけど、2人とも怖いね。なんだけど、だってやっぱ5個上の人が今も現在もプレイしてるっていうのは私の中でちょっと考えられないの、ね、でしかも当時一緒にやってた人、確かに想像がつかないっていうか、それって私自分の年齢自覚してないのかなとかも思っちゃったりしてるんだけど、まあやってる方は自覚しなくていいんじゃないけどね。ガンちゃんには自覚してほしいなってちょっと頭の中がやっぱ19とかだから。どういうことなのそれ、プレイ見てて19歳だなって感じるの？だからまあ25、6でガンちゃんに出会ったわけじゃん、うん、変わってないまあ髪型も変わってないしね。そうそう、松田さんに怒られるプレイしてた。松田さんによく怒られてたよねガンちゃんのプレイ見てないもんね。ガンちゃんのプレイ見てないのここ数年。いやいや変わってないから。変わってないの？変わってないから、本当に変わってないの。でも本人的にはなんか昔よりサッカーが分かってきたみたいなコメント読んだことあるけど。じゃあ28ぐらいになったのかなそういうコメント読んで、はい、ガンちゃん成長してるんだって。身体能力的には本当そんなには落ちてないから。落ちてないんだ。そんなにまあまあまあって感じだけど、ガタ極端に落ちたなって感じはしない。もともとさ瞬発系だったじゃん。その辺の運動能力があんまり落ちてないってこと？そうだから、若干落ちて、逆に若干落ちたことにより、うん、あの筋肉系の怪我がなくなったんじゃないかな。あーなるほどね、うん、そうそうそう、昔よくしてたもんね筋肉系の怪我、うん、で瞬発がすごいからじゃん、うん、若干落ちたことによっていい方向に今行ってます、うん、行ってるんだね、うん、だからさ、その30代後半40代の選手たちがさ、普段どんなトレーニングとかどんな生活してるのかめっちゃ気になるよね。気になる。どうやってその年にもなってパフォーマンス上げ続けてるのか、維持してるのかみたいなところ。カズさんが言うにはどんどん増やしていかないと維持できない、なんか読んだことある？そう、それは私も読んだことある。量を増やしていかないと、うん、そう感じてるのか、うん、増やしてどっかでやってるのか、うん、ね、気になる。細胞的にもさ、回復能力は年齢によってやっぱ落ちてきちゃうところは多分あるだろうから、そこも上げていかなきゃいけないじゃん。トレーニングの負荷をね、高くするって言っても、その辺とかめっちゃ気になる。今度インタビューしてみたいね、うん、ついにゲスト呼んじゃうこんなフランクな番組にまだ早いよ。ゲストもうちょっと開花させて行こう。それからゲストでも今ね、あのハッシュタグ流行らせたくて、シスターでフットボール流行らせたくて、みんな使ってねみたいなね、やっていきたいんだけど、皆さんじゃあぜひハッシュタグスタでフットボールで、あのね、この動画のリンクを一緒につぶやいて、感想ともハッシュタグシスターでフットボールでお待ちしてますので、皆さんよろしくお願いします。よろしく、ということで今回はこんな感じで終わりたいと思います。ありがとうございました。